今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、テラスハウス事件、うん、事件ありましたね。ありましたね、まあ、ある女子プロレスラーが誹謗中傷され、うんうん、立つという、うん、であれを、うん、あのその一連の動きを見ていて、うんうんうん、あの本来、うん、山里さんは、うん、その深夜ラジオ的なね、うんうんうん、立ち位置、うん、要はあのキラキラが憎いみたいな、うんうん、キラキラは敵だみたいな、うんうん、ちょっと僕もそんなそんなノリはちょっとあるんですけど、うんうん、ではその立ち位置でいた、うんうん、で昔はその徳井さん、うん、超2枚目で、うんうんうん、ちゃんとその、うん、モテてきたであろう青春時代を送りうん、うん、っていうその正道な道、正しい道が、うん、1本筋が取ったところがあってだ脇にいたからこそ輝いていた、うんうん、こっちキャッキャッキャッキャ言っても、うん、そんなことないやろ、うん、っていう声が大きかったから、うんうんうん、回ってた、うん、うまく、うんうん、でもあの場ではもういなくなり、うん、山里さんが一番声が大きくなった、うんうん、ところで、うん、あの場全体がこの右傾化していったというか、うんうん、どんどん山里ワールドになってしまったのかなって、うんうん、で、うん、あれを見ていて思ったのは、うん、そのこちらに、うん、いい人戦略という、うんうん、あの岡田斗司夫さんの本があってですね、うん、人の欠点を探したり、うん、改善点を提案したり、うん、悪口を言うのは嫌な人戦略です、うんうん、昔は、うん、嫌な人戦略が有効な時もあったよと、うん、例えばビートたけしさん、うんうん、要は嫌な人だけど、うん、キャラが立ってるよねっていう肯定的な意味で支持されてきましたよと、うん、そのキャラが立ってるっていうのは、うん、他人との差別化に成功している、うんうん、で頭のいい人が他人と差別化するにはどうするのか、うん、でやりやすいのは悪口を言う、うん、欠点を指摘する、うん、ことでその平凡だった人が、うん、どんどんキャラが尖っていく、うんうん、で他人に強く印象付けることができるようになって、うん、でそれはまだネットのない時代にはそれが有効だった、うん、けどもこれだけそのみんながいろんなことを発信できるようになってくると、うん、それを見つけて、うん、悪だっていう声が、うん、声も立つ、うん、で今度はそれがわーってどんどん大きくなっていく、うんまあ、それに同調する人もいっぱいいるってことですよね、なんでその、うん、岡田斗司夫さんが言うには、うん、もうそういうのはちょっと時代遅れ、うんうん、でこれからはこれからはいい人になろうっていうのが紹介されています、うんうんうん、で嫌な人になる努力をみんな捨てればいいんだよっていうのを言ってるんですけども、うんうん、その嫌な人になる努力っていうのが ABCD6 個あります、うん、でちょっとその6個をね紹介しさせていただければと、うん、で一番嫌な人になる努力の一つとして一番上に挙げられているのが、うん、欠点を探す、うんうん、例えばその人と会った時に、うん、太ったとか言う人いますよね。なんでそんな服着てんのとか、うんうん、多分言ってる方は、うん、結構善意だったり、うん、もうちょっとこういうふうにあそうもっとこういうふうにすればいいじゃん、うんうん、あこれに出てきましたけどね要は改善点を見つけて提案する、うんうんうんっていうのもこれはもう嫌な人になる努力だよと、うんうん、特に、まあ、男性でそういうのは多いのかもしれないと、うんうん、その女性から何か相談された時に、うんうん、ただ話を聞いてほしいことって多いって言うじゃないですか、うん、言いますね女性も結論は持ってる自分の中に、うん、結論を持ってるというか話を聞いてもらいたいってことですよね。なのになるほど君の悩みは分かったこうすればいいんだよ、うんうんうん、って偉そうに言うみたいな、うんうんうんね、それを言うこっちの立場としても別に悪気はないですもんね。悪気はないこうしたらいいんじゃないかなと思ってそうやって言うけど相手にとってみたらそんなことを求めてるわけじゃないと、はい、っていう、うん、あとはその影で言う、うんうんまあ、これはもう、うん、なんとなく悪口で盛り上がるとか、うんうん、悲観的否定的になる、うん、気の合う人だけで集まる、うんうんっていうこれを書いた時に、うん、あ、
テラスハウスの山ちゃんだと山ちゃんというかあの要はテラスハウスを見ている、見ているそのスタジオの空気、空気がこれだな、まさしくこれだと、まあ、これが楽しいっていうのはあるんですよねっていうあるけど、あの時はまだそのモテる人、いや、徳井さん、正しい正道な道を行く人と影の人が混在していたので、まだなんていうんだろう、向こうの出ている演者さんの声もただ否定的なんじゃなくて、いや俺わかるでみたいな、そんなことを普通するやん、で書き消される、が、この否定的な面だけで、ああいうとこ、あいつああいうとこあるよなで盛り上がるみたいな、盛り上がってって、なんで今叩かれているのが、山ちゃんと馬場園さんが結構今、いやでもあの二人っていうのはどちらかというとそのあの中でのヒールですよね、まあそうやってキャラを立たせてきた人たちですよね。まあそうで、そう、そうキャラを立たせてきたけども、それまだ昔は徳井さんがいて、そこをこう抑制できた、収めることができた。徳井さんの声が一番大きかった。それ言い過ぎやろって言えばいいですもんね。そう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 。で、いや普通そうやで、それ普通やでっていう声に。まあ何も言えなかった、っていうこのプロレスがね、正論がこうヒールがこう盛り上がってるだけって話ですもんね、になってしまったのかなと、なんでもしか徳井さんがいなくなった時に、アドガリヤベッチが入っていたら、ヤベッチがいたらヤベッチが、いやちゃんと正しく道を歩いてきた人、ヤベッチがいれば、ヤベッチがいれば、なんかまあちゃんとモテて、ちゃんとお付き合いをした人たちが、まあ加藤浩次さんでもいいかもしれません、いやあれは普通だと、まあ、あれはお前らが間違ってる、お前らが間違ってるで注意する人がいればよかったんだけどもこのヒールだけが立ってしまったっていう問題があるのかなと、その声が一番大きくなってしまった、はい、ただまあこれは嫌な人はやめよう、確かに、でもそのいい人だけの番組っていうのは、もしかしたら面白くないのかもしれない、だからここに徳井さんがやっぱりいるんだったんですよ、まあやべっちでもいいかもしれないですけど、はい、そうなんですよね、やっぱりその意見、気の合う人で集まるのが何がいけないかというと、ここで指摘されているのが、ヤンキー化が進むと書いてあるんです、あの気の合う人がしかいないというのは、仲間と敵っていうカテゴライズが始まり、仲間への批判には過敏になるっていうのが進むよと、でどんどんクローズドなコミュニティになって、まあ、だからそこでこう言った山ちゃんの意見に対してみんなが賛同してくるみたいな、はい、で独自の理論を組んで出てる人を叩く、で今度はそういった山ちゃんとかをネットは独自の理論で叩くっていうこのループ構造がなんかとても不安です、なんとかしたいと、 M8 招待としてM8 招待はいい人戦略いい人戦略だと思ってやってます、みんな大好きだと、言いたかったのは、いやその叩いてる人と匿名で叩いてる人たちが今でクローズアップされてるじゃないですか、ここだったら、あなたの声を拾って20分の番組にしますよと、しますねもうあなたの声をそうだねって、こんなこと僕たちは思うよっていう討論ができる、僕たちならこう思う、はい、クローズドなコミュニティじゃなく、だからここに送ってこいと思いながら、山ちゃんへの批判やめろとモテない僕みたいな人の総本山の大将ですよ、M8 に送ってこいと、 M8 に送ってこいと、そうすれば、要はここでその声を拾って一本の番組にします、二人でこう公平にそう、全然気が合うというか、まあ、意見は合いません、意見は全く合わない、意見は全く合わないから面白い僕は結構イライラするんですけども、この意見が違うことに対して、なんかこれですよ、僕は結局徳井さんが僕ですよそうなんですよね、この M8 で言うとどちらかというと僕はその正しい道をあまり歩いていない、山ちゃんに反応してたじゃないですか、蒼井優と結婚してて僕と同じだと思ってたのにしましたね、でっかいトロフィー持って帰ってきやがったって
もうこの村にはいれんって言ってましたけども、うん、やっぱその妬み、うん、なんかそのアドラーの本にも指摘されていましたが、うん、要は弱者の理論、うんうん、で思うのはなんか元うつ患者が語るとかってあるじゃないですか、うんうんうん、そうするとなんかちょっともう強くは言えないみたいなのがありますよね。ありますね。元うつだった人とかこの人普通にこんなこと言って大丈夫かなとか気を使いますもんね。っていうその人の支配の仕方っていうのが、うんうんうん、なんかそのモテない人たちも、うん、俺モテてないんだから、うん、みたいなのがちょっと同じのがあるような気がしていて、気がしているだけ、ごめんなさい。だからどうだっていうのは、まあでもそういう戦略ってことですよね。こう無意識にやってませんかと、うん、弱者の戦略、意見はないんですけど、うん、ただなんかそのみんながその今、うん、山ちゃんがじゃあ今度は、うん、まあ岡村さんの時もそうですけど、うんうんうん、じゃあ何その彼らが全てを失うまで、うん、この攻撃はやまないのか、うん、と思うと、うん、やべっちがまあやべちゃ消しましたけど、ね、見事にそうだからね、うん、やっぱりあのテラスハウスには徳井さんが必要だったと。徳井さん、いや、うん、まあモテる、うん、モテた人、モテた人、普通の人じゃないですか。いや普通、あ、そう普通の人、うんうん、ちゃんとした青春時代を送った人、うんうん、要は日陰だけ歩いた人とちゃんとしたね、それなりに、それなりに、うん、やっぱそれなりの人が、うん、まあまあってやっとかないと、うん、あんなのはよくあることだと。あ、そうそう、もう、うん、いやそれは普通だよって、うんうん、その考え方がちょっと歪んでるんじゃないのみたいな、の声がやっぱ必要だったのかなって、うんうん、思っております。はい、で気をつけましょうねって話、気をつけましょうねって話ですね、うんうん、こんなことしてませんかと、欠点を探す、改善点を見つけて提案する、うんうん、陰で言う、うん、悪口で盛り上がる、うん、悲観的否定的になる、うん、気の合う人だけで集まる、うん、っていうのは嫌な人になる努力です、うん、僕はこの辺ちょっと心当たりがって感じですね。あ、うん、気の合う人に、気の合わない人はなるべくこう遠ざけようとする、遠ざけ、遠ざかろうとする、うん、まあ、いろんな意見が言える、うんうんうん、それを柔軟的に受け止める、うんうん、まあ、よく西野清さんも言いますよね、うん、あ、言うなと、うん、思っとけと、あ、言うなですよ、言うな、それ思っとけって、うんうん、だからそうですよ、何か攻撃したくなったら言うな、うん、思っとけ、山ちゃんムカつくと思ったら山ちゃんムカつくって思っとけばいいんですよね。思っとくか、ここにここにムカつく理由をわーって書いてもらって送ってください。そう、皆さんどう思いますかって言えば、ここで僕はこう思いますが、僕は山ちゃんの味方ですとかっていう、はい、うん、一本の番組になってお返しします、うんうん、はい、何かあれば、何かあればで、うん、今回の一件を見て、うん、あ、みんな何か言いたいんだなって、うんうん、言う場所がなかったんだねって、うん、OK、M8 が立とうと、うん、何かあれば M8 が受けて立とうとコメントくださいそう、はい、どういいっすよ、いいですよね、どうっていうのは、いや、なんかそういうコーナーいいと、面白そう、みんなが何を思ってるか知れるのが面白いですよあ、この人はあの何でもそうだねって思える人なんで何でもそうだねって思えるのと、あ、その考え方、そういう思いもあるんだって思うと、それを取り入れたくなる北斗の拳でいうと時ですよ、時スルスルって、そうそう、とあのケンシロウと時とラオウいて、時が一番好きでしたもん。あ、なるほどっていう取り留めのない、はい、お話、はい、はい、ありがとうございました。何かあればぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。